リンゴルフがエステサロンとコラボしました。お、びっくりした。すごい腹筋頑張った時の戦いになって、筋つくな、鍛えられてる感じすごいあるよね。うん、めっちゃ楽。でもしんどい思いしながらトレーニングしてるのに。なんで腹筋ついたらね、10ヤード20ヤード飛距離も伸びると思う。距離アップに。概要欄に URL 貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。皆さんこんにちは、じゅんです。ゆいです。はい、今日はですね、ゆいちゃんのレッスンです。はい、今日もですね、マイボーイフレンズさん、今日は赤坂の方にお邪魔してます。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ゆいちゃん、今日のレッスンは何ですか？今日、インサイドイン軌道について。インサイドイン、はい。前はインサイドアウトをやったかな。今日はインサイドインについて。インサイドイン、はい。ちょっと私も全然わかんないんで、早速レッスンに行きたいと思います。じゃあよろしくお願いします。前多分インサイドアウト軌道はよくやったんですけど、アマチュアの人で一番多いのがアウトサイドイン。そうだね。ここからこういう、うんうん、今かぶってるから引っ掛けみたいな。あ、痛ましい。思った、そこまでアウトじゃなかったと思う。ゆいちゃんはね、私得意だよ、アウトサイドイン。多分ゆいちゃんがもうこれぐらい。ちょっと今めっちゃ変なボールだったか。うん、この上、これがアウトサイドイン。はい、この逆バージョンがインサイドアウトで、うん、インサイドインはこういう、うん、はいはい、っていうのがインサイドイン軌道。はい、だけど苦手なやつです。ホールが打ちやすくなったりとか、はい、まあ、あとパワーフェードが打てるようになったりとかする軌道かなと思う。なるほど、そうなんだ。へえ。でもインサイドイン軌道って多分みんな初心者の頃から始まると、うん、アウトサイドインにまず一番落ちるやつ、うん、でそれを修正するためにインサイドアウト軌道にしていく、うんうんうん、でそれができてからインサイドイン軌道になっていくっていうのが理想の段階だから、初心者の人が一発目からインサイドイン軌道やろうと思うと、ものすごい大変なことになるはずだから、まあ、インサイドアウトをできるようになってからやってみた方がいいな。なるほど。で、一番分かりやすい練習の仕方をやります。はい、じゃあボールをこういう感じで、はいはい、置いてもらって、このボールに当たらないように、ここから、うん、ここから入ってきて、次に外に向けるじゃなくて、スピンで、フルショットしたら絶対に打てなくなっちゃうことが多いんで、こう軽い、うまっ、今ぐらいの感じで軽めに打っていく、はい、っていう練習方法がまず、はい、バックスイングの時も当たらない。うまっ。で、インサイド軌道をやっていくっていうのと、あと、まあ、インサイドに踏み出すっていうのもあるんだけど、結構前傾構えてます、うん、構えてる時も、ね、前傾角度が切り返しから起き上がるとインサイドインってものすごいやりにくい、やりにくいとできなくなっちゃう、うんうん、で切り返しから前傾を保ったまま降りてきて、このままそれが起き上がるとここまでこうインサイドに突き持っていこうとこういう感じ、うん、ここでものすごい手首がバンで、ボールがまっすぐじゃなくてきっかけに、で、アドレスで作った前傾を切り返したら崩さないで、なるほど、おお、ね、はい、ちょっと正面からも一応撮ってみていいですか？うん、何、どれをどうしようかな、うん、
上から軽く、あれぐらいで、おお、例えばインサイドアウトに見すぎると、こうなっちゃう。はいはい、バチンとね。うまです。なるほど。やってみてください。はい、わかりました。はい、はい、ということで今回はインサイドインに振っていくっていう練習方法を教えてもらいました。はい、ぜひ簡単なんでやってみてください。ボールを置くだけね。うん、あと前傾を崩さない。うん、ということがポイントですかね。はい、はい、ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。